仲間がいっぱいいるってことだろう。それってすっげー頼もしいな。お、お菓子の屋台が出てるな。せっかくだし、みんなにお土産買っていこうぜ。あんたなら大丈夫よ。何かを失ってもきっと。ふとした時にセリカ姉さんの言葉を思い出すことがあるけど、半分ぐらいダジャレなのよね。もちろんそれも含めて姉さんとの大切な思い出なんだけど。なんだと人の家に押しかけてくるのはやめろ。僕は自分の時間を持つこともできないのか。まったく困ったやつらだ。おい待て、フィリア、今食事に何か混ぜただろ。体に害はない薬品だから大丈夫。そういう問題じゃない。ナタリアが強く勧めるから。こういう服って着慣れないから、これで合ってるのか不安で。おかしくないかしら。もうどうしてルークって一人で決めていってしまうのかしら。心配ばかりかけて一言相談してくれればいいのに。